ハローラジオシティ、今月の国立映画アーカイブ。京橋三丁目にある国立映画アーカイブスタッフの方が数々の映画上映イベントや企画を通してその魅力をご紹介くださっています。今日スタジオにお招きしましたのは国立映画アーカイブ主任研究員、上映室長でいらっしゃいます大坊正樹さんです。大坊さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。大坊さん、結構長いですよね。このスタジオにも何回かお越しいただきましたし、ちょっと数えてはないですけど3回か4回目ぐらいだと思います。いやいや、そう、もうちょっと行ってますか、結構息ぴったりですから。あ、そうですか。よろしくお願いします。さあ、そんな大坊さんはですね、上映室長でもいらっしゃるということで、はい、今回はどんな内容をご紹介いただくのかお願いいたします。ですね、はい、今変換映画コレクションパート2という昨年に続く上映企画なんですけれども、はい、こちらそのアメリカの議会図書館、これはその世界最大の図書館としても知られてるんですけれども、その議会図書館からその日本に返還された劇映画をこう上映している企画ですね。なるほど。で、返還された。そうなんですよ。それ、はい、今から60年前に、1964年ですね、はい、で その64年に、まあ、数百作品の、うん、日本の劇映画が、まあ、議会図書館に保管されているってことが分かりまして、はい、で溝口健二監督の、まあ、有名な残戟物語、はい、1939年の作品ですけれども、それはその当時失われていると思われていた作品で、その、うん、そういったその重要な作品から順次日本側に返還されて、で、まあ、1968年に2度にわたって、まあ、返還映画の大規模な特集上映が組まれたんですね、はい。まあ、ただその当時はまだそのフィルムを調査する専門の職員も内部にいなかったり、まあ、またその一部の作品のその内容確認がまあ十分ではなかったりしたので、まあ、それで改めてその現在のスタッフで確認を行って、その確認の終わった映画をその1968年当時特集上映されたその有名な作品とともにまあ順次公開しているところです。なるほど。でもね、そもそもなぜアメリカの図書館にそんなに大量に日本の映画作品が保管されていたのか。あ、なるほど。ですね、まあ、当時そのアメリカが、その戦前の日本映画をそうやって大量に保管するようなきっかけになったのは、その第二次世界大戦なんですね。どういうことですか。でそれでその1941年真珠湾攻撃だったと思うんですけど、はい、それによってこう戦争が始まりますと、そのアメリカの国内にあった日本映画が敵国の財産だということでこう取り上げられてしまったんですね。なるほど。でその日本人はその明治時代の末期からアメリカにこう渡った移民の方々がたくさんいらして、はい、その主にその日系移民向けに興行していたその映画がありまして、そういうものがこう没収されてこう軍事的に利用されてたんですね。なるほど。敵国である日本人の国民性っていうのが、まあ、一体どういうものなのかとか、そういう研究がなされていたと。その映画を通しての研究が。そうですね、映画を見て分析をしていて、で、はい、それはまあ戦前の話なんですけど、こう戦後になりましても、GHQ がこう日本側にその満州事変、1931年、うん、満州事変以降に制作したその映画の目録ですね、それをあらすじと一緒に提出させて、はあ、でそれがまたこう非民主的な映画だとこう判断されると、うん、それがその日本での上映が禁止されたと。へえ。じゃあ全ての権限はアメリカに行っちゃってたっていう感じ。そうです、まあ、日本は当時占領されていたのでっていうことですか。でそういったその禁止された映画の一部がまたそのアメリカ軍によって本国に持ち帰られていて、でそれがその議会図書館に最終的にこう集まっていろんな経路から集まっていたというわけです。まあ、そして今、まあ、戦後70年も80年近い時を経て、はい、まあ、私たちはもちろんその存在も今知っているし、はい、どんな素晴らしい映画が実際ある意味、まあ、ある時間ある期間ですね、葬り去られていたのかということも含めて、はい、今確認できるんだということなんですね。はい、なります。はい、返還映画コレクション2ということで、まあ、第2弾なわけですから、はい、前回にね第1弾というのもあったわけですけども、その時も私こちらに来させていただいたと思います。そうでしたよね。はい、で今回は副題として第1次2次劇映画編、はい、って書いてあるんですけど、はいはい、またこれがですねどういう意味かしらと
いうところを大門さんに伺わないと。ですね、先ほど申し上げたように、第一次最初に返還されたのが1968年、なるほど、で二次が翌年の1969年に、はい、まあ、こう返還されて、まあ、あの第一次は、まあ、より映画史的に重要な作品がこう返還されて、うん、でその時こう返還漏れしたようなものが第二次で返還されていると、だからそういうものを組み合わせて今回上映しています。そうなんですね、はい、その返還にあたっては何らかの交渉があったとか。そうですね、当時、はい、アメリカの議会図書館側とその当館の、まあ、当時の組織ですね、そこが、まあ、折衝して繰り返して、まあ、これは非常に貴重な財産なんだと、そうですね、いうことを、まあ、そして同じことを二度と繰り返さないようにという意味もあったのかもしれないけれど、まあ そうでしょうね、まあ、でもやっぱり素晴らしい作品はいろんな人の目に触れるべきであるということが一つですよね、はいはい、なるほど。さあ、そしてじゃあその返還映画の歴史的価値というのを教えていただきたいんですけど、まあ、その先ほども申し上げましたように、はい、満州事変以降 その戦時下っていう、こう特殊な政治状況の下でこう制作された日本映画ということもありまして、でもうすでに現在こう失われている作品も多いんですね。なるほど。でまずはそういう、その戦時中の空白期間をこう埋めるようなその貴重な映像資料ということができると思います。で、まあ、そしてその先ほど申し上げた、残戟物語であるとか田坂智孝監督の5人の石膏兵といったその当時のこう映画雑誌がそのランク付けするんですけど、その年間ベスト10の入選作、そういったものもたくさん含まれているんで、その戦時下におけるこう社会とか政治、そういったものの変遷とこう日本映画との関係性と、そういったものをこう問い直す見直す良い機会になるのではないかと考えています。なるほど。まあ、その当時の日本人の生活様式であったり、はい、まあ、考え方であったり、はい、そういったものを今私たちがある意味その時代のルーツとして知っておくってことはとても大事なことですよね。はい、なんか劇映画といっても結構その今見るとドキュメンタリー映画のようにも見えるというところもあるので。なるほど。ということはこの時代はまだ白黒。白黒です、ね、全部白黒。今回はい、全て白黒です、ね、そうなんですか。まあ、この当時に非常にまあ有名だった俳優さんたちというのも実は私たち初めて見る人たちもいらっしゃるかもしれませんね。長谷川和夫さんとか有名な方も、まあ、リコーランとかそういうものもあるんですけど、はい、リコーランとか。なるほどね、はい、その中でこう大坊さんのおすすめの一本を教えていただいてよろしいでしょうか。そうですね、はい、1941年に制作された衣笠貞之助監督の、はい、川中島合戦というのが、あるんですが、それは挙げたいと思います。それはどうしてそれを選ばれたでしょうか。まあ、ご存知のように上杉謙信と、はい、武田信玄のこう有名な合戦をこう取り上げた戦時下のこう歴史的な映画なんですけれども、でもまあこう戦時中なのにこう予想に反してこうチャンバラのシーンとか戦闘シーンってほとんどないんですね。そうなんですか。はい、むしろその合戦なのに。そうなんですよ。むしろその、上杉軍のこう荷物を運ぶ武士たちがですね、こうひたすら行軍する様子をこう撮ってるんですけど、ただそれをこう三浦光夫ってい う, こう名カメラマンがいまして、はい、こう今も素晴らしい映像を撮ったカメラマンにこう賞を与える、賞の名前が三浦賞って言うんですけど、その三浦光夫っていう名カメラマンがもう本当に驚くほどこう陰影の美しい画面で撮ってるんですね、で、まあ、ただその数千人のエキストラを使って、はい、エキストラが、でこうあまりこう戦意を高揚する映画ともこう言えないようなこう時代劇を衣笠監督が撮ってしまったんで、まあ、その後実は2年ほど映画が撮れなくなったっていう、ちょっといわくつきの映画でもあるんですけど。そうなんですか。その映画が撮れなくなったというのは、というかそんなに人をたくさん使って、あ、そういうことで、あんまりこう戦争に協力しているわけでもないような映画だったんで、はいはい、まあ、多少目をつけられたのかもしれませんけど、うん、なるほどね。その時の日本の政治的な背景もあったとか社会的背景とうまくマッチしなかったのかもしれないですけど、うん、なるほどね。川中島の合戦、これでも119分って、まあ2時間これ私もっと昔の映画って短いイメージがあったんですけど、本当に大きな大作で、
そうですよね。あとその昨年こうイタリアのボローニャで開催された映画祭、はい、これ当館でもそのチネマリトロバート映画祭っていうのを受賞したんですけど、前にもご紹介いただきましたね、はい、それの実際にイタリアで、そうですね、イタリアで開催された映画祭で、ちょうどその衣笠貞之助監督特集って去年やったんですよ、はあはあ、でその中で一番人気だったのがこの実は川中島合戦で、だからまあ本当にぜひ多くの方に見ていただきたい。そうですね、これあの出てらっしゃる俳優さんもですね本当にすごい方なのと、そうです、音楽が山田耕作ってそうです、ね、これちょっと意外なんですけど、そうですね、西洋音楽をね日本に、まあ、オペラとかそういったものを移入した方で、だからあと、うん、私たちの音楽の、はい、まあ、昔のね音楽の教科書で山田耕作の、はいはいはい、出てきますよね、曲ってよくなんかそういうのに出てきていますよね。そうですね、まあ、効果も作ったりとかいろんな分野で、ね、はい、活躍されたと思うんですけど、はい、そして長谷川和夫に山田五十鈴と、そうですね、もうすごい東大きっての名優たちがということで、はい、あの、うん、本当にこれ推しているので、実はこの映画だけ、はい、あの今回の特集で3回上映することになってまして、これ大坊さんの、大坊さんの主観で3回主観っていうと言い過ぎなんですけど、まあ、あの皆さんのことを考えて、はい、あの観客の皆さんのことを考えて、まあ、あさって日曜日の13時と、はい、月末の8月23日金曜日の、うん、19時からです ね、 そうですね、あと2回まだ見ることができます。うわ、まあ、静かなる、まあ、合戦であるということも言えるんでしょう。まあ、そういう、はい、時代劇ですね。ありがとうございます。さあ、そしてじゃあ今回全体のですね、はい、この、まあ、イベントとしての特徴、はい、それから見どころをぜひ教えていただきたいと思いますが、まあ、そうですね、うん、あの本当になかなかこう私たちでもこう60年ぶりのこのコレクションを取り上げる映画なので、はい、上映会なので、まあ、なかなか普段の企画ではかからないようなあのリコーランの大陸三部作とか、まあ、有名な三部作があるんですけど、はい、まあ、そういったものをまとめて見る機会になっているんで、ぜひ会期中に足を運んでいただければと思います、はい、貴重なですね掘り起こされた映画とも言えると思いますので、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います。あのどんなラインナップなのかは国立映画アーカイブのホームページの方からチェックしていただきたいと思います、はい、そうですね、開催日時なども全部載っていますのでチェックしてみてください、はい、さあそれでは最後になりますけれども、大坊さんからリスナーの皆さんにぜひメッセージをお願いします。はい、あの、まあ、なかなかこういったあの今回の変換映画コレクションのラインナップ、まあ、自宅で DVD とかビデオで見ることもできるんですけど、はい、ぜひあの当館の大きなスクリーンで、ご覧いただければと思っております。ありがとうございました。というわけで今日は国立映画アーカイブから主任研究員でいらっしゃり上映室長の大坊正樹さんにお越しいただきました。大坊さん、ありがとうございました。ありがとうございました。